つぶつぶインターネットラジオ、新しい私になる。こんにちは。食と心のデザイナー、暮らしの冒険家、大谷由美子改めアーマンです。目覚めていきたい女性に送るつぶつぶインターネットラジオ、新しい私になる。2017年初めのゲストは、久々の3人総出演です。体レッスンで大活躍の奥谷真由美さん。はーい、皆さん明けましておめでとうございます。体クリエイトキラッカーの奥谷です。今年もよろしくお願いします。そして、性、愛、命の学び屋代表の夏目まつり子さんです。はーい、明けましておめでとうございます。性愛命の学び屋代表の夏目まつり子です。今年もどうぞよろしくお願いします。はい、よろしく。今日はなんと1月7日。うん、うん。まあ世間では七草がゆというのを、うんうん。食べてる食べてる、ね、そう。でも七草にも面白い話があって。うん、七草って言うとみんな草って思ってるでしょ。ああ。でも草って、種っていう字も草って実は読むって知ってる？ あ、うん。あ、知ってるでしょ？知ってる。うん。種っていう字も草って読むのね。うん、で、その、昔の最初の頃の古代の七草がゆっていうのは、五穀、うん。小豆の五穀がゆだ。うんうん、あ、そうなの？そうだったんだ。雑穀がゆだったんだ。7種類の種を食べるっていう。へぇー。そう。うん。で、草っていうのは、うん。和語的に、和語レッスン聞いてる、うん、みたいな和語的に言うと、句が自由に、自由なんですね。うん、あと、こう、その現象を表す前の見えない虚の世界。うん、こっちは実の世界だよ。虚の世界。うん、すごく自由な、こう、軌道に支配されていない虚の世界が苦なのね。うんうん、で、差っていうのは、差ってバリエーションっていうか、うん、グラデーション、うん、変化、その差だよね。だから草っていうのは、自由に差が現れたっていう。だから草っていうのは種って種っていうでしょ。種がいっぱい分かれてるじゃん。だから種っていう書いてさ、その種っていうのに当てたってのもすごいけど、うん、それを草とも読むなんて今の人知らないと思うから。あ、そうなんだ。なんかでも草草とかって言うね。種種って書いてね。そうそうそう。草草とか言うでしょ。だから本当に私たちは自由にその見えない世界から、うん、その個性というか、うん、ね、グラデーション、うん。この世界はグラデーションがなければ元々の、ね、一つなわけじゃん。うんうん、そこに差を作っても、あーって生まれた、うんうん、だから実は七草はそれだった、うん、でもだんだん草っていう字がさ、あの草になっちゃったので、山菜食べるみたいになっちゃったんだ。それで後から当てはめたんだろうね。それでもおかゆに対して入れるのは変わらないけど。じゃあ雑穀入れて食べちゃったら、いつもな、いつも七草から食べちゃった。そうそうそう、感じ。そうだね。なんかすごいこう言葉で、種っていうのもそうだけど、たねっていうのはねっていうのは、こう物事のベースっていうか、ね、根っこの根っこの根っこ、こう、みんなソースみたいなもんでしょ、うんうんうん、で、たっていうのは独立して出るっていう意味のね、うん。だから独立して出たねっていう。うんうん、だからその根からは、さらに独立して生命が生まれる。うんうん、だから足したねっていう、たその外に出てきた、こう個別になった、その源の力みたいなのがね、たね。へー、なんか一個一個見てても楽しくない？面白い、ね、そうだね。なんか本質的ななんかこうところがわかるよね。エキスのところが。そう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 。うん、だからよくさ、こう草も、春になると草燃えるっていうじゃない、うん、で、燃えるって言うとさ、あの、火が燃えるも燃えるって、うん、草冠に月月って書く、うん。そうそう。今なんか、なんか、燃え、ね、燃えみたいなね。でしょ？でも、うん、燃えるって言うと、燃っていうのは、うん、あの、もやもやしたものが、うん、ね、へって、へってある方向へ、向かってる、燃えっていう。だから、もやもやしたものが、こう、ある方向、その、還元の方向に向かって、わーって出てくるっていうのが、燃えなのね。ああ、じゃあなんか誰かにも、燃えるみたいな、ね、もやもやしたと思う。だから、
だからそうすると、うん、火が燃えるのも燃やしとか言って、うん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 、それで、こうね、草燃えるも、だから結局エネルギーが湧き立ってるわけじゃない。うん、こう連、燃って、何が連なってるかっていうと、うん、さっきの今日の世界っていうか、うんうん、この世界を作ってる源の世界のエネルギーが、うん、こう、ダーッとこう連なって出てきてるわけじゃない。うん、それがダーッとこう草草に出てくるのが、穀物だったり、いろんな作物だったり、いろんな動物なわけだけど、それが一斉に芽吹くときにすごいエネルギー感じるから、もが出てるって燃えって。ねえ。で、火が燃えてるときも、こうすごいエネルギーが、そっちから来てるから、もやって言って、で、心が燃えてるっていうのも、もう、で、もやもや、もう、なんか、もが過ぎて、こう、極限に行っちゃうと、もやもやっていう。じゃあ、なんか、エネルギー的に見たら、ほんと、炎が燃えてるみたいに、この胸のあたりが、もわーって出てるんだもんね。そうそうそう。だから、本当に草を見た時に、きっと燃えて見えると思う。うん、ゆらゆらゆらみたいなね。で、文字が実ってるとこなんて、すごい、だって、ね、光の結晶なわけだから、ね、本当に、うんこう燃えてる感じ、ね、そういう人が見たらすごいかもね。うん、そう、うん。だから、ほって言うじゃん。うんうん、ああ、炎の炎。炎もほでしょ、ね、炎ってのは炎じゃん。うん、でもさ、稲のほとか、僕もね。なんでほって、ほってね、神話なんですよ。親しく忘る。うんああ。だからあらゆるものが神話した状態が頬なの、うん。だから微笑む。ああ、そうなんだ。惚れる。ほの字とかね。ほの字とか。あなたにほの字とか言うんだね。惚れるっていうのは、やっぱりこう、別々、要するに草々として分かれた、うん、ね、男になってなったもの、うんうんうん、あるいは別の物体と自分が、こう、一つになりたいっていう、うんうんうん、こう、神話の現れ。そこだ。じゃあ分かった。私、大和言葉で、女性器、男性器のことを、ほと、ほって言うんだよね。そう、ほことほと。ね、両方ほがついてるもんね。そうそうそう。あ、じゃあ、親しくなりたいってことなんだ。そうそうそう。神話したいっていう、こう、気持ちがあるだけほっていう。そうか。そういう場所ってことなのね。そう。分かっちゃった。ね、面白いでしょ？うん。やってるわ、こう、みたいな感じだけど。でもそんな感じで、まあ、こう、始めだけど、そんなことで七草、うんうん、でもそうやって、食べ物からエネルギーをもらうってことはなんとなくしてたんだなって、うん。そうなんだね。結局七草ってもう草と言いながらおかゆだもんね、ご飯。うんうん、メインは草じゃなくて、そうだね。っていうところに残っていて、ねうんうん、で、それをこう食べることで、うん、でもやっぱり穀物に対して、その旬の地のエネルギー、うん、こう、ね、本当に緑のエネルギーがやっぱり必要だってことで、うん、もう一食たに混ぜて食べてきたのかなと思うので、うん、あとまたトン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 ってこう、叩くじゃん。うんうんうん。あれがいいんですよ。あ、本当にそのまんま茹でたりするよ、今。そう、わざわざ、何でもそうだけど、叩き混ぜると、うん、あ、もちもそうじゃん、叩くじゃん。うんうん、うん、あれが力になる。うん、そうか、そうか。前にさ、由美子さんに教えてもらった、切り合い味噌。あれすごい、信じられないぐらい美味しくなるんだよね。美味しいでしょ？でもね、本当に、あれでやらないと美味しくないの。同じ材料でグリグリやっちゃったり、フープロでビューとかやっても全然美味しくない。全然美味しくないでしょ。あれ、こうやんないと美味しくない。こうね、味噌がいいんだ。味噌と野菜、うん、あるいはこう、梅のか、ネギなんかは梅と野菜を切り合える。だから切りながらやると、うん、もう本当にそれ、お互いがトン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 の中で、こう、すごいこう、エネルギーになっていくんだよね。だからトントン。うんうんうん、でもトントン。どうしてかわかんないぐらい美味しい。でもトントンっていうのは、ね、ちょっとやんなきゃ。統合するって意味なんだ。へぇー。あるいは15。だからいろんなエネルギーが統合、重合していくっていう。ああ、いい感じに。運っていうのは、うん、運って言うじゃない。うん、うん。運って、これは、うん、見えない世界のことを、こっちに側にいるから本当は見えないんだけど、うん、感じる。うん。時に、だから見えないけど分かっ、うん、な監督するっていうのかな。うん、頭で分かるじゃなくて、うん、本当に運って感じで、運って思った時に、だから、トンっていうのは、うん、トンって本当に、ね、結構すごいね、トンって。トンってすごい、ねうんね。そうなんだ。トントントンってすごいね、結構ね。うん、そうね、なんか大根トン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 とかでね、朝お母さんが切ったりしてるのってすごいこう、快感になるもんね。トントン、トントンとかさ、うん、胸をトントン開いたり、うん、そうだね。トントンとか。そう、日本語すごいかも。あと赤ちゃんってトントンやるとさ、トントンする、ねんねん時ね。寝るでしょ、ね、そしたら寝るでしょ、うん、うん、安らぐ。そう、だから、もともとは、音って別に音にでなんなくても、こうやってると、もうちゃんとトントンって音になってんだよ、きっとね。うんうんうん、そうなのかな赤ちゃんこうやって叩いてると、うんうんうん、ちゃんとトントンって音になってるんだと思う。それをさらにトントン
トントンって言うとさ、うん、なんかこう、それが。モンモンとは言わない。あ、そうそう。だからトントンってなっちゃうよね。でもさ、日本人だったら、お正月だからね、孫さん、うん。日本人だったら、トントンとモンモンが、誰でもわかるでしょ、うん、そうそうそう。もう全然明らかに違う。そうでしょ、うんうん、ね、感覚としてあるよね、もう持ってる、うん。そう、モンモンと叩くとは言わないじゃないですか。叩けない。叩けないでしょ、うんうん、だから、でも、モンモンってのは、もやもやして、したものを監督しちゃうわけだからさ。うんうん、そうそう、なんかこう、モンモンとする。モンモンとする。なんでモンモンとするっていうか分かるでしょ、分かる分かる。これってすごく面白くない。ね、そうだね。だからこの世界っていうのを、こう、いろんな意味でこうやって知っていくのが面白いんだけど、うん、まあさっきホ、ホが出たから、うん、あ、ついつい脱線しちゃったけど、うん、こう、うん、今月はね、うん、もういっぱいチャンスがあるので、うん、いよいよなかなかみんなが語れない、うん、ね、はい、夏目さんもいるから、うん、そして実は、うん、まゆみさんも、うん、あの、お得意の、ね、性のお話を、うん、違う側面からというか、本質的な側面っていうか、ね、からできたらなって。ね、そうね。でまあ、ね、さっきさんね、いよいよもう性愛、命の学び屋ってことで、うんうん、とうとう男性向け始めたんだよね。あ、男性向けっていうか、前からね、もう3、4年前から男性だけのクラスっていうのも試しにやってたんだけど、うん、なんか大体5、6人とか、5人前後ぐらいしかね、うん、どこでやっても集まらなかったので、ね、うん、やっぱり女性はこう、ほら、そういうことにお金払って、うん、そういう問題にこうね、うん、やっぱやんなきゃと思うんだけど、まあ、うん。だけどやっぱ男性はお金払って何そういう性の声わかんねえみたいな人が多かったと思うんだけど、去年久しぶりに、東京でやってみたときに、なんかね、もう1ヶ月ぐらい前にもう20人がもういっぱいになっちゃって。男性の？そうそう、で、増席しましたって言って25人ぐらいになって。なんかちょっと変わり始めてきたんだな、みたいな。男変わったと思ってた、最近いろいろ見てて。やっぱり、なんか男性の意識が変わった。意識が変わった。意識が変わったというよりは、違う人が生まれてきてるような。ね、年齢、個人差があるね、地域にもよるけど、人にもよるから、早い人は早いけど、でも今30代後半ぐらいからの後の人が、なんか新人種になってるような、なんか優しいし、それはある。なんか違う。そう。まつりこちゃんのところに来る人たちは年齢層はいろいろなの？いろいろ、あのね、20代から60代まで。おー、広い。すごいね。全世代いるんだよね。うん、だから、各世代にやっぱ先駆けっぽい人はいると思うんだけれども。ね、そうだね。ただね、なんか。実はいるのよね、どの世代にも。最近ね、女子大生の女の子が、お客さんで来て、その時ね、自分がいつも喋ってる、大学で喋ってる、その男の子たちが、もうね、自分はもうセックスすごい汚いと思うから、したくない。あんなことしたくないって言っちゃってる子が結構いるんだって。男の子で？そうだね。でも私これ結構いい傾向だなと思って、うん、だってほらネット動画とかのすんごい暴力的な女性の体ね、扱い分かってない、うん、ああいうのを見て、ああ汚いと思えるわけだもんね、嫌だって思えるっていう人たちになってきたって、うんうん、そうそうそう、でもそのままで困るじゃないですか、そうだよね、本当は汚くないからね、誤解されちゃいけない、まあ、ある種いい傾向なんだけど、そこからそこで染まったら困るよね、そう、だから汚くない本当の癒し合いのね、マグアイを、その彼たちが覚えれば、よくね、こう、うん、去年も、まゆみさんとね、うん、私たちがこうやってるのは思い込みっていうか、うんうんうん、勘違い、うんうんうん、だ特にこう、根源的な、例えば食べるってことに対して、罪悪感持たせちゃうとか、いろいろお金とかね、絶対に年中使ったり、年中してるのに、うん、なんかそこに罪悪、その一番その、典型が性、うん、性って絶対すごい、素晴らしいことじゃない、うん、だって、うん、こう、お互いがこう、エネルギーがね、こう、どんどん増幅されて気持ちよくなって、うん、そしてその結果、うん、次の生命が生まれるっていう、うん、なんか本当に歓喜しかないような、うん、喜びのね、ことですよね。食べるもそうだよね。食べて美味しく、そうそうそう、歓喜しかない世界に、うん、なんで、その、うん、ああ、なっちゃった。だから変な情報でしょ、うん、罪悪感。それが平気で新聞とかさ。うん、ね。っちゃうもんね。公のそういう週刊誌、うん、週刊誌だけじゃなくて、新聞とかにも結構出てたりとか。うん、なんか、すごい、何これってずっと思ったのね、うんうん。だからなんか誰もそれをちゃんと喋れないっていうか、うん、お金以上に喋れないっていうか、うん、そういう風になってる。うん、職はさすがにね、職のこと喋ったからって、うん、昔ははしたないとか言ったけど、今はそれはないけど、うん、性に関してはどう喋っていいかわからない。うん、それで変な情報ばっかり聞いたらね、うん、
嫌だってなっちゃうっていう。うんうんうん、困るよね、それ。そう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 。タイちゃんも私たち。うん、だからやっぱり世の中にある情報がちょっとね、間違ってるから、うん、だからその女の子も、お父さんが結構開けた人で、うん、娘の前で AV 見ちゃったりとかしてたんだって、うん、教育だっていう感じ、うん、隠すのは嫌なんだみたいな感じで、うん、でも逆に、あんなの嫌って感じに、キモいってなっちゃったらしいから、うん、その彼女は、ね。それもね。そうそうそう。だからやっぱりその、うんでもその人は開かれてるとはいえ、うん、まだ性って何かが分かってない。そうだよね。だってまあ、AV を見ちゃうってこと自体が、まあ、誤解してるから、ね。誤解してるよね。うん、違う性の世界だから、ね。そう、そういう風にしかなんか性って捉えられないし、うん、本当に実践できないっていうか。そう、だから本当は違うんだよっていうのみんなが分かってくれたら、ね。そう、だからさ、その4、この4回で、うん、その呪縛を解こうじゃないかという、うん、信念、そうそう、うん、どう、うん、ね、いい、いい、いい。いいでしょ、お年玉。で、他の人にできないと思うの。そうね。うん、2人の使命だよ。そうかね。でもさ、その男の人がいっぱい来てくれるのはすごいいいなと思う。うん、で、うん、あの、女の子って意外と、うん、自分は性のことがわからないってすごく自覚を持ってる人が多いんだけど、うん、男の人って意外と分かってないってことが分かってないんだよね。あ、分かってると思ってんの。うんうんうん。あ、それもあるかも。簡単にね。そうなの、そうなの、そうなの。それがなんか救いで間違った。そうそうそう、価値観で。そう、で、それが自分は知ってるってすごく思っちゃって。週刊誌とか、いろんなもので出た、そういうもので知ってる。俺は女の子とは分かってるとか、うん、性のことは分かってるって思ってる人がすごく多いけど。そういう勘違いの人ね。それもあるよね。でもそれがちゃんと分からないんだって、俺分かんないんだって言って、知りたいんだって来る人が増えてるんだっていうのは、なんかすごい、いいことですよね。すごい明るいと思った。うん、そう。ちょっと希望が持てるなと思って、これからの時代。ね、うん。すごい重要な使命だね、まつりこさん。ちょっとね、もうだね。ね、私やっぱそうは言っても、食の呪縛を解くって使命があるし、ね、まゆみさんは体の呪縛を解くって使命があるからさ、やっぱりどうしてもさ、そこに全部にはいかないけど、まつりこさんそれ全部だよね。それさ、男の人のそのセミナーと女の性のセミナーでは全然内容が違うの？あの、ほぼ同じなんだけど、うん、でも、あの、やっぱりね、男性には、うん、男性ってほら、あの、理屈で納得したいってのがあるじゃん。だから割と、そういう、こう、世の中の統計だとかね、うんうんうん、で、あと、こう、なんだろう、古代のその、傍中術、陰陽がどうでこうでみたいな、うん、ちょっと頭でも納得し、うん、その後で体を使って、なるほど。うん、ちょっとボディの実践で、ちょっとちゃんと、もう今夜からよろしくね、みたいな、うん、感じで。今夜から使える。今夜からすぐ使える。すごい。マッサージとかね。へぇー。でもそれ男の人がみんな来て男の人でやりっこするの？そうなの。ああ、そうなんだ。ちょっとほのぼのでしょ。ほのぼの。じゃあちょっと練習みたいな感じでやるっこする。そうそうそう。自分でできるってこと。そうそう。セルフでもやり。セルフでもやり。お互いっこもやるけど、男同士で練習して。そうそうそう。まあ、なるほど。なんかかわいい。そう。性の体育の時間みたいな感じ、ね。あ、素敵素敵。いいかもしれない。いいよ。体育それいいかも。体育ってたもん、体育ってね。ねえ。いいかも。へねえ、だっていつも思うんだけど、何しろ体の使い方がさ、うん、まあ、あと男の体と女の体って、ね、去年、まゆみさんがすごい面白いこと言ってて、うんうん、スプーンとフォークは、まあ、全然構造が違うのに、うん、同じことを、スプーンが同じことやろうとしてると、スプーンがフォークになろうとしても無理だろうみたいな、筋トレしたりとか、面白いでしょ、うんうん、っていう話で、わーとか思ったんだけど、うんうん、結局ね、女性の体は脂肪があって、腰が起きて、ポワーって、絵描いたって全然違う形に描かれるわけだし、うんそうだよね、男性はやっぱりもうね、全然違うじゃない。うん、もう画体からして違う、うん。違う違う。それなのに同じ使い方ってことはないよね。うん、ないね。まあ人間同士だからさ、うん、基本的なね、食べる、寝るとか、うん、まあ一緒だけど、うん、でも特に性とかだったら、うんうん、差がね、最初に言ったけど、うん、差こそが命だから、うん、差のある世界をわざわざ作った、うんうんうん、ね、だから差がなければ、この世界終わっちゃうわけよ。うんうんそう、違うからいいんだよね。そう。うん、ね。同じじゃないからね。うん、そう。だから、うん、で、違いの中の共通項を知ったり、うん、違うに触れたりするときに、私ってすごい幸せなのに、いつの頃かなんか、私の考えと違う人が変みたいなさ。うん、そうだ、同じがいいっていう風になっちゃう、ね。ね、いつだろうね。なんか、うん、おかしいよね。うん、そうだね、うん。同じがいいんだったらさ、うん、こんないろんな世界作らないし、そうそうそう、こんなに山ほどの植物も作らないし、うん、こんなわざわざご飯一個食べるのに、こんなに種類のもの食べたり、ね、しないよね。うん
なんか違うとこう会話が続かないとか合わせられないとかあるのかしら。思っちゃう。いや、うんうん、っていうか思い込みだよね。おそらく単純に思い込みだと思う。うんうんねえ、それで、うんうん、こう、あるいは女らしさっていうのが変。うん、あとは、思い込みとさ、でもちょっと、やっぱり本当はみんな、変化とか違いってことが、いいってどっか知ってんだと思うの。うん、で、うん、でも、ちょっと違う人がいるのは、少しやっかみも混ざってるじゃん。ああ、羨ましい。そうそう、羨ましいっていう気持ちがすごいあるような気がするよ。ああ、文句言う人あるかも。そのようにできない自分が、うんうん、私だってそうしたいもん、みたいな感じだけど、うん、今できてないから、うん、なんかなっちゃうっていうのもある、うんうんうん。だけど、その人にできるってことは自分にもできるじゃないかって可能性になるよね。そうそう、あるいはね、こう、それを見て、自分感覚とは違う、うん、だから私はそれ選ばないなってことを知ってもいいわけ。ああ、そうか、そうか。そうすると経験になるじゃない。選ばないっていう経験、それは選ばない私っていう経験で、そうだね、別にそれでもいい、うんうん、あるいは、あ、それに対してすごくやりたくなる私っていうふうに思えばいいんだけど、うんうん、自分の問題と捉えないで、うんうん、相手の人の評価みたいに持ってっちゃうって癖がつくから、あの人が変とか、うん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 、こう、どっちが変なのかっていう戦いになっちゃうんだよね。結局自分がこう、変わりたくないっていうか、そう動きたくないから、こう自分の考えは合ってますって言いたいから、そうそう、そう、変なのはあっちで、私は正しいって思いたい。うん、だからやっぱりその正しいっていうのが問題だと思う。そう、正しいっていう意味がね、間違っちゃってる。正しくありたいっていう、うんうん、なんか、それは本来的には、その、うん根源的なルールに沿っていきたいっていうものだったのに、うん、頭で作った正しいっていうのにありたいって思っちゃうと、うん、そうすると常に戦いになっちゃうよね。何か見ると、うん、違うとしたらそうそうどっちが正しいんだ。そう違うとしたら、例えば今の話で言えばさ、うん、いろんな答えがあるっていうのが実は正しさなんだけど、そうだね、でも正しいってなぜか一個しかないってちょっと勘違いしてる。でもそうやって思い込む、私ずっと思い込まされたもんね。もう一個しかさ正解はなくて、それから外れたらもうあなたは奈落の底ですみたいな。そう道外したらもうありませんみたいなね。不自由だ。そうだから私もさからあの、うん、マスターコースで何をやるかっていうと、うん、その正しさっていう概念を壊す感じのことをやってる。そうそう、私のセミナーもどっちかっていうといいんだよ、全部忘れてます。そう、あの、正しいとか、みんな正しくて、うん、いろんな使い方があって、それはみんなそれぞれ正しいんだよっていうのを、その体を実際に作ったりとか、みんなの体を見ながら、あの、ちゃんと感じてもらうみたいなことするんだよ、ね。でも本当、ケースバイケースとか、人それぞれとかってね、答えはあって、結局そうなるものね。だから正しいって、私もよく正しさ暴力って言って。ああ、すごくわかる、それ。すごく真面目で、センシティブな人が特になっちゃうね。なっちゃうね。鈍感だとさ、自分と違いなんかあんま気にならないんだけど、だからセンシティブな人ってすごい、逆にセンシティブなそういう機能を持ってきたってことは、すごいパワーがあって、やるべきこともできるんだけど、ちょっとそれを鍛錬するの怠っちゃうと、繊細すぎて、いろんなものが来ちゃう。で、人どっちがどっちがって言ってる間に、正しさの中で苦しくなっちゃうっていう。でもそういう人がちゃんとした情報で、そういうね、あなたの力をちゃんと識別力上げて、ちゃんとこう行くんだよってことが分かって、正しさっていうのを外せばいいんだけど、ちょっとセンシティブで真面目な人がみんな正しさ暴力で、で、人を裁くとね、自分も苦しいじゃんね。そうだね。なんかそういう風になっちゃうっていうのが分かって。そう。で、また本当にさっき言ってたように、パワフルだからそういう人って、その正しさ暴力が強いの。強いの。自分のいじめ方も半端ないし。半端ないの。自分にも行くよね。行く。自己否定的に自分もね、すごいし。で、人もいじめ。で、で、そういう風にしてない、なんか伸び伸びしてる人をすごい嫌うね。そうなんですよ。そう、なんか私なんかすごい、私たちってすごい嫌われてると思うよ。ね、伸び伸びしてるから。でも本当は自分もそうしたいっていうのがあるんだよ。だってさ、嫌いってエネルギーだからさ、そうだよ。わざわざそうしたくなければ嫌わないよね。そう。関係ないんだもんね。そう。嫌われるって、嫌うってことは、そのことが、実は好き、気になってる。ああ、本当はやりたい。恋愛と同じ。そっか。嫌いだってわざわざ嫌いって言わないよね。どうでもよければ嫌いって言わないでしょ。言わない。ね。そう、でもね、他も面白くて、他って、ほら、さっきで、種って出るっていう、この、ね、独立して出るんだろうね。だから、立つとか、ほら、たけたけしいとか言うわけだけど、戦いっていうじゃない。他と他って、独立で出たものと出たもの、無限の世界、例えば電波とかだったらこう、それでも一緒にはいないけど、無限の世界は全部重なってるわけじゃない。でも、物質になればなるほど、
同じ場所にいられなくなるわけよ。うん、あだから、うん、出てくる、だから、他と他がいるってことは、うん、まあ、どっちかというと、現象世界では戦いになっちゃうわけじゃない。うん、だから、戦いと正しいって似てない。うん、そうだね。両方他と他が作って。あ、そうだね。他。他だとね、他だだけどね。似てるかも、すごい。そうそう。だから、やっぱりこう、どっちかだって、物質的な考えだけで人間が生きると、その、今言ったように、うんなっちゃう。でも、うんうん、物質じゃない本当の人間の存在っていう、こう、ところでやれば、また全然違うことになるんだよね。って言っている間に、うん、もうね、あの、3位が出てる25分も経っちゃって、そうだった。ということで、うん、じゃあもうこの続きは来週よろしくお願いします。また来週。